お仕事ご苦労様です。近隣の皆様、大きな音でお邪魔をいたします。ただいまから5分ほど、5、6分ですね、この場所をお借りしまして、少しだけお話をさせていただきます。私は京都に、そして日本に唯一の保守政党、京都に唯一の保守政党日本第一党司会候補の西山武史と申します。昨年の8月1日から暑い日も寒い日も毎朝毎朝出町柳駅前でご挨拶申し上げておりました、あの西山武史です。暑い日も寒い日も毎朝毎朝出町柳駅前でご挨拶申し上げておりました。よく会いますね。昨年の8月の1日から暑い日も寒い日も毎朝毎朝出町柳駅前でご挨拶申し上げておりました、あの西山武史でございます。京都に唯一の保守政党日本第一党日本第一党司会候補の西山武史です。本日ですね、申し訳ございません、すぐ終わりますので、京都唯一の保守政党日本第一党司会候補の西山武史です。この伝統的に革新系の強い左京区、伝統的に革新系の強い左京区、私はいつも申し上げております、皇室を否定する、言語を否定する、日の丸を否定するような人々が日本、そしてこの京都の姿勢に関わっている、私はいかがなものかとそのように考えております。政治家たるもの、愛国者でなければならない、そのように考えております。だからこそこの左京区に真の保守政治が必要である、そのように考え、この度京都市議選司会候補に立候補させていただきました。本日でちょうど5日目ですね、選挙戦5日目です。今朝ですね、たまたま見つけたんですけども、私の選挙ポスターが一部破られておりました。選挙ポスターを破るという行為は重大です。選挙ポスターを破るというのは公職選挙法、選挙の自由妨害罪といいまして、すぐに下鴨署に通報しました。すぐにおまわりさん来ていただき、鑑識に回すと、対応が早いです。警察の方々も民主主義の根幹である選挙、それに暴力的に嫌がらせをする、暴力でもって対抗する、そういうものには断固警察組織も対応する、そのようにおっしゃっております。なぜ私のポスターが破られたか、大体こう犯人の目星はつくんです。全国残っております。全国で保守系の議員、保守系の候補のポスターが破られる事件が続出しております。今回この京都の左京区において、左京区の選挙区においては私が初めてとしたそうです。他に届きはないとおまわりさんとおっしゃってました。なぜ私西山武史のポスターが破られたか、京都に唯一の保守政党と書いてございます。左京区に295箇所ある選挙ポスターの掲示板、それの左下です。なぜ私のポスターが今朝破られたか、それは保守政党、京都に唯一の保守政党と書いてございます。三中政体なんです。私たちはこのように日の丸を掲げております。愛国者です。この革新の強い左京区、左京区にこそ真の保守政治が必要であると伝えております。それがもう答えなんですよ。日本全国でいわゆる保守系の議員のポスターが破られる事件が続出している。そのように私、この左京区の選挙区で初めてそのその騒ぎになった。当然選挙の自由妨害罪は重大ですから、すぐに警察、京都府警の方は対応してくださいました。おそらく指紋を取り、早期に犯人が捕まるだろうと、そのように確信しております。このようにですね、ここは日本だと、
日本で日本人以上に外国人が優遇されている現行制度はおかしいと、そのように訴えるだけで大きなことは済ません。そのように訴えるだけでそれを差別だという方がいらっしゃるんです。差別でも何でもないですよ。例えばですね、私たち日本人がアメリカ合衆国に行ってニューヨークのど真ん中でね、アメリカ人以上に私に日本人にもっと権利をよこせと言ったら袋叩き合いますよ。当然なんです。その自国民が一番優遇されるのは当然、当たり前のことです。アメリカに行けばアメリカ人が一番優遇される、イギリスに行けばイギリス人、当然なんです。なのに今いかがですか、あらゆる施策で日本人以上に外国人が優遇されている政策、施策たくさんあるんです。例えば健康保険制度、国民健康保険という制度がございます。自営業者の方たちが入ります。当然国民とついています。日本国民のためです。しかしながら現行制度では外国人にも一定の期間住民票を置いた外国人にも渡されます、支給されます。そして同じように医療費の負担を軽減することができる。たった3ヶ月外国からポンと日本にやってきてですね、例えばこの京都市に、左京区に住所を置いたら、たった3ヶ月住民票を置けばすぐに健康保険を、国民健康保険を手にすることができる。そしておかしなことにですね、日本人学生よりも外国人留学生の国民健康保険、外国人留学生の方が優遇されてるんです。月々に補助があるんですよ、京都市から。これおかしくないですか。なぜこの日本で日本のために日本に忠誠しない、いつかはいずれは祖国に帰るだろう外国人を優遇して、これから何十年先のこの日本の未来を担う若者を冷遇するのか。こんな制度おかしいんですよ。そんな制度がいっぱいあります。あとですね、その健康保険制度でも外国籍の人が海外で、例えば中国でですね、子供を産んだと、それを日本にやってきて健康保険に入り、3ヶ月滞在し健康保険をもらう、そして申請すれば出産育児、出産育児一時給付金というものがもらえるんです。42万円もらえるんですよ。おかしいでしょ。そんなものがいっぱいあります。このように現行制度ではどんどんこれから外国人がやってくると、昨年末の入管法の改正により、この春から向こう5年間で34万5千人以上もの外国人労働者、いわゆる移民を受け入れると、そのように安倍政権は決めました。入管法改正しました。私たちは断固として反対してまいりました。まだまだやってくるんです。当然彼らにも健康保険証は渡されます、発給されます。ますます負担、結局その負担がしわ寄せが来るのは私たち日本人なんですよ。こんなものは絶対に変えなければならない。まだ外国人労働者がこれ以上やってくる前にですね、その制度を改めなければ、ますます私たち日本人の負担は増すばかりです。このように2つとこの健康保険制度だけとってもですね、日本人以上に外国人が優遇されている、言い方を変えれば日本人が冷遇されている、こんなものおかしいんです。このように京都に唯一の保守政党、そして日本に唯一の保守政党である日本第一党司会候補の西山武氏は、正しい状態に戻そう、本来あるべき姿に改めよう、そのように訴えております。そして国政においても地方政治においても日本人よりも外国人に目を向けた、外国人のために汗を流している政治家が非常に多い、一部ですけども非常に多い、おかしいじゃないですか。当然私は日本人のために汗を流してまいります。ここは日本です。日本人のために汗を流してまいります。ぜひですね、日本第一党あまり馴染みがないかと思いますが、
日本第一党、京都に唯一、そして日本に唯一の保守政党、日本第一党司会候補の西山武の政策を知っていただければ幸いです。4月7日投票日がやってまいります。ぜひですね、投票率年々毎回回を追うごとに下がっております。もっともっと政治に関心を持っていただいて、政治は雲の上のことではない、政治は私たち国民の生活そして経済活動に直結しているんだということを今一度自覚していただき、選挙に必ず行っていただきたいと思います。もう期日前投票は始まっております。ぜひですね、投票所足を運んでいただきたいと思います。大変大きな音でお邪魔いたしました。私は京都に唯一の保守政党、日本に唯一の保守政党、日本第一党司会候補の西山武史と申します。大変大きな音でお邪魔いたしました。この辺で私の西山武史の演説を終わります。失礼いたします。